自分の使われているデータがどこでどう収集されて誰がどう使っているのかそれによって自分がどんなメリットがあるのかっていうのがよくわからないというはい皆さん「データクリーンルーム」という言葉をご存知でしょうかクリーーーンルームきれいいな部屋データが整っている箱まあいろいろ思うかもしれません。 でもこのデータクリーンルームこれからのデジタルマーケティングにおいて欠かせないとっても大切な仕組みです今日はその内容について15分でナレッジシェアさせていただきますデジタルマーケットは今大きなパラダイムシフトを起こしています何だと思いますかそれはデジタルマーケティングに欠かせないお客様のデータを企業が管理するのではなく 各個人が管理する世界に変わっていくということです。これがまさにデジタルマーケティングに携わる私のような日々の実務者においても大きな変化として迎えられています。なぜそれが大きな変化なのかそれは、もともとは2013年にドクサールズさんという方がザ・インテンション・エコノミーという本で発した CRM から VRM という言葉に端を発しています。 CRM という言葉はご存知の方も多いかもしれないんですが、カスタマーリレーションシップマネージメント by 企業ということで、企業によって個人の関係性をマネージメントするという企業側の言葉です。これに対抗して、VRM という言葉はベンダー、つまり企業ですね。ベンダーリレーションシップマネージメント by カスタマーということで、顧客自身が企業を管理していくんだ。こういった世界を 見たドクサールズさんの提唱になりますつまり彼が描いた未来というものはこれまで企業側が消費者に知らない形でデータを収集しそれを使って消費者のアテンションを企業が獲得するのではなくデータ自身を個人がきちっと自分のデータがどう使われるかを管理した上でその管理に基づいて消費者のインテンション意思によって企業が が経済を回していいくという仕組みの考え方です確かに私もすごく違和感今でもあるんですけれどもマーケティングの世界では最終の購買に至ることを「借り取り」なんて言ったりするケースもあるんですがユーザーを「借り取る」なんていうのはいかにも企業側の言葉遣いですよね。んかいつの間にか消費者が稲穂になっているというツッコミは否定できません。まあ CRM から VRM まあ、この考え方については、皆さんご自身はどう思われますか。確かに、データが各個人の。主導権に戻ってくると、いうことは、素晴らしいことよりも、一緒、一見思います。しかし、これは一朝一夕にできることではないです。例えば、各個人が自分のデータについて、理解がないと。そのデータを、まあ、全部拒絶してしまうと、どうなってしまうか。少しちょっと考えてみてほしいんですね。 例えば、YouTube が今無料で見られている世界というのは、YouTube に広告とデータが使われているからなんですね。そこにデータというものがもし YouTube が使えなくなると、もしかすると YouTube が急に有料に提供せざるを得ないような世界に変わってしまうかもしれません。そうすると困る場合もあります。あるいは、データ自身を個人が管理しようといったって、 もう家計簿をつけると同じぐらい自分のデータの管理っていうのは本当に大変なことになっていくんですね。その負担をどうやって減らすかっていうことも考えなきゃいけない。そんなに思想は素晴らしくても簡単にできることじゃないです。なのでまさにデータが誰のものか消費者のもの生活者のものということは間違いないんですけれどもそれをどう移管させていくかっていうのは既存のエコシステムで我々が生活している基盤を崩さず少しずつ移行していくことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。 いずれにしてもですね解決しなきゃいけない課題はありまして自分の使われているデータがどこでどう収集されて誰がどう使っているのかそれによって自分がどんなメリットがあるのかっていうのがよくわからないというブラックボックスであるという課題は解決しなきゃいけないなと思っていますましてや個人を特定して悪用するなケースは論外ですねですし意図しなかったとしても間違えて個人を特定してしまうようなケースも 絶対にあってはなりませんこういったことを考えてやはりデータをどう管理していくかどう個人にちゃんと主導権を戻していくかということを世界のさまざまなデータに関わる人たちが議論し今年来年まさにその転換期を迎えている時代になっています。一つ振り返立ち返りさせていただきたいんですけれどもそもそも企業にとってデータは引き続き続必要でしょうか先ほども少し話したい。 ですけれども企業にとってお客様のデータを活用してマーケティングをすることっていうのはこれからもますます重要になっていくと思っています例えばビール市場のケースですね、えー、国内でいうと人口がどんどん減っていってますねアルコール類に対する指向性も多様化していますビールが好き中杯が好きビールじゃなくてまた類似のものが好きということも出てくると思います売り場も多様化していますね こういった状況のもとで言うと、企業側が伝えたいメッセージをマスマーケティングの手法で一方的に一斉に伝えて、えー、作り、えー、それを売り切ろうとする時代は限界が迎えているというのも事実なのではないでしょうか。ビールを飲むという体験は、例えば、えー、私のようなあビジネスパーソンで働いている人間にとっては一生懸命やった仕事の区切りに、 信頼できる仲間とビールを乾杯することで人生の豊かさを感じたいというケースもありますし、えー、一人ゆっくりとリラックスしたタイミングで家事の合間で少しアルコールを楽しみたいというケースもあるかもしれないです仲間とワイ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 飲みながら楽しみたいというケースもあるでしょうしとにかくお酒の味を楽しみたいという人もいらっしゃるかもしれないですこのように 今までと違って一つの商品に対しても一人一人の用途や目的というのが多様化している中でその人たちの生活のシーンに合った気分に合ったタイミングで商品の生み出す価値を最大化するそこに対して飲み方を提案していくということがますます求められていく時代ですデータが必要ですこの領域はコミュニケーションだけではないです 単に企業がコミュニケーションをするという目的だけではなくてプライシングとか場合によってはプロダクトそのものをお客様のタイミングとか普段の考え方に合わせてパーソナリズムするということは非常に有効でかつ生活者にとっても便利でかつ生活を豊かにする可能性があるそのためにはデータという血液は非常に必要な要素になってきますしかし一方で 先ほど議論させていただいたように、個人のデータというものを、より席は安全にということですね。ちゃんと生活者から合意許諾を得た上で、それを漏らすことなく、その範囲においてデータ連携を行うプライバシー保護の観点が、もう一つ重要なアジェンダとして上がってきています。こういった形で、自分のデータがどう使われているのかという、プライバシーの保護の観点。 クライアントさんがより個々の生活者に適切なオファーを出していきたいというマーケティングニーズ。一見すると矛盾する可能性のあるこの2つのポイントをいかに両立させていくかということが先ほどいろいろなデータに関わる人間が最も議論しているホットなテーマになっています。前振りがちょっと長くなったんですけどそこで出てくるのがデータクリーンルームというものです。ようやく出てきました。データクリーンルームというものは そのクラウド基盤、その中にプライバシーを保護する様々な機能を実装し、かつ事業会社側が必要となるデータが最小限提供されている、その両立を目指した次世代型のクラウド基盤を指しています。これまで述べたようにデータ主導権が個人に移行する時代に対応し、個人情報を盤石に保護する機能へ、お客様の許諾状況がしっかり可視化されている状況のクラウドですね。 かつ企業に提供できるものです。例えばデータクリーンルーム上では個人が特定されないような様々な配慮がなされたシステムの機能があります。例えばですね、集計するときに様々なデータを掛け合わせてしまうと結果として個人を特定してしまうようなケースがあるんですね。例えば、わかんないですけど、港区、東京の港区に住んでいて、ビールはスーパードライが大好きで、何々が趣味で、大学にはここに通ってます。 の成人の人ですね。成人の人に関して、それを集計してしまうと、サンプルが3でしたみたいなケースだと、もしかしたら個人を特定できる可能性がありますね。このようなことを防ぐために、例えばサンプルのサイズが100未満のものは集計が自動的にエラーを返すような仕組みがすでに実装されていたりだとか、E メールアドレスそのものを見てしまうと個人が特定できたり、 電話番号そのものだと連絡できてしまう課題があるので、その ID に対してはあらかじめ暗号化がなされていて、データ自体は見えないように保護されていたりだとか、個人データに配慮したさまざまなシステム上の機能が実装された上でですね、Google、Facebook、Amazon、Yahoo、LINE、こういったデジタルプラットフォーマーの方々が、ちゃんとお客様から同意許諾を得る形の中で提供できる 性、年代、興味関心、広告に接触したかどうか、まあ、こういったマーケティングで必要なデータが提供されているというクラウド環境になっています。なので、結果としてですね、企業側からすると、マーケティングをしたい企業側からすると、自社で持つデータに限らず、プラットフォーマー、先ほど申し上げた Google さん、Facebook さん、Amazon さん、Yahoo さん、LINE さんのような、プラットフォーマーが持つ、数千万規模の ID に対して、 お客様の ID に対してお客様のニーズの把握、それから広告や反則の出し分け、その効果の計測が可能となる、いわば経済圏マーケティングを実現させるための基盤だというふうに言えるかと思っています。はい。まあ、こういったものがデータクリーンルームというものなんですが、あの、デジタルマーケティングの世界をですね、実はまあ、今まさに過渡期を迎えていると申し上げましたけれども、 10年から20年のスパンで大体大きな地殻変動を起こしていきます。これが今回も新たな地殻変動だと思ってますが、今回、あのデジタルに携わる人間としてやはり思うのが、あの、すごく大きな変化なんですけれども、そこの中でやはり変わるものが何なのかではなく、変わらないものが何なのかということを考えて、そこに対して可能性を突き詰めていくことが非常に重要だと改めて思っています。 ご存知の通りデータというのは手段であって道具です。人が進化していく生活を豊かにする過程の中で見つけてきた様々な発明は人がより豊かに地球環境の中で持続可能な姿で生活していくための手段、道具ですね。歴史を遡れば人類は常に進化、ポジティブな進化のために石器を発明しましたし、火を発明しました。電気を発明しました。皆さんそれを使ってます。 使っているときにそのリスクも分かった上で活用しています。人それぞれの倫理の中、法律の中、システムの中、制約事項の中で、火や電気を今でも使っているということだと思っています。そういったものが、ひとたび人の手から離れてしまうと、もしかすると、意図せず、よろしくない方向で使われてくる可能性型というのも、あの、地球の歴史が示して、示してきた一つのことかもしれません。データも同じだと思います。 データも人類がより豊かな生活を送るために手にした一つの道具だとするならば、人の手を離れてはいけない。人がその意味を理解して、その上で活用していかなきゃいけない。そういったものになっていくんだというふうに思っています。だからこそ、今、ブラックボックスになっちゃってきたデータというものを改めて人の側に戻し、人が正しく活用できる環境を作るということが非常に重要だというふうに思っています。 その思想に根ざしたデータクリーンルームというものは今後デジタルマーケティングの根幹になる仕組みの一つだと思いますしデジタルマーケティングはその環境の遺憾の過渡期を迎えているということになります大きく変わりゆく環境の中でそれでも変わらないものは何なのかそれは人が使う道具だからこそいつも人のそばにいないといけないということだと思っていますデータという道具が人の幸せに つながる世界をどう作っていけるのか、えー、というのが私がデータクリーンルームに見せられた理由でありそこに可能性を見いだしている本当の理由です変わりゆくものにこそ変わらないものを見つけることそれが本日私からお伝えしたいことでしたありがとうございました <music>